はい、皆様音声聞こえておりますでしょうか。どうでしょうか。はい、音声聞こえておりましたらコメントでお答えください。どうぞ。さあ、聞こえておりますか。 Hi everyone。 Hi。 ということでね、うるさい、うるさいよ、うるさい、大きい声が聞こえてくる。ということで、本日も始まりました。毎週水曜日と金曜日お届けしております 2WF。 はい、今回、シーズン5のシャープの2第2回目ということで、ね、先週の金曜日に、スタートいたしました。2WF シーズン5、第2回目でございます。第2回目の、水曜日は、中央建設株式会社プレゼンツ大和ひろしプロデュースデーとなっております。はい、ということでね、まあシーズン5になりまして、初の、水曜日大和ひろしプロデュースデーということで、ね、はい、スーパーチャットありがとうございますね。この、水曜日はね、もう皆さんが待ちに待ったんではないでしょうかね。 2WF を楽しみにしてる方々もそうですし、そのとある映像というかね、とある映像を、楽しみに、してらっしゃいましたと思いますね。顔出して、ちょっと待って、ちょっと待って、最初はね、こうやって画面このままで話すスタイルだから。はい、ということでね、今回はちゃんとモガキューライブのオープニングが流れないように、していきたいと思います。本日も、この 2AW 公式 YouTube チャンネルの、YouTube ライブ、そして、公式インスタグラムアカウントでのインスタライブ、あちらが英語実況席となっております。そして、2AW 公式Twitter アカウントでの、ツイキャス、こちらのね、3画面同時展開を、しておりますので、ぜひとも皆様、いろんな楽しみ方をしてください。スーパーチャットありがとうございます。それでは早速、あのオープニングを映していきましょう。マイク一旦切ります。中央建設。はい、ということで、始まりましたよ。 2WF シーズン5水曜日2回目かな。はいね、さあ、みなよさん、もうみなよコールが巻き起こっております。今月も見れるんですね、みなよ。そうですよ、2ヶ月に1回見れるんで。そうですよ、はい、格付きで、みなよさん見れる。さあ、スーパーチャットもありがとうございます。みなよさん、これはもうみなよさんへのスーパーチャットですね。しっかりとこちらでお預かりさせていただきます。そうですね、こちらでお預かりした上で使用させていただきます。はい、はい、ということで、はい、7月、シーズン5、なので大和ひろしプロデュースデーも、今日で2ヶ月目そうですね。はい、まあ、今のところ、年内は大和ひろしプロデュースデーになるんじゃないかなと思われてます。はいはいはい、はい、水曜日はね。そうですね、はい、吉田彩人大好きね。じゃあ、あれですよ、前みたいにまたコメントしまくったらブロックしますからね。なんで学習してくださいよ。ブロックされた、この方。はい、前もブラーって多分10連投ぐらいしてきて申し訳ないけど、なんか間違ってんじゃないの。いや、間違ってるとしたら学習しましょう。俺は確信なんじゃないの。学習しましょう、間違ってるとしたら。さすがにね、もう2度目はないですよ。過去に一度ね、モアキューライブの方であったの。なんか英語きたね。クエスチョン4、しおり。しおり、 When did you use the superheroSA ミックスでいいんですか？エントランスミュージック？いつから使ってますか？2000、スーパーヒーロー。2000、
2006年ぐらいが使ってる。2006年7年あたりから使ってるんですね、はい、オメガっていうチームに入ったと同時に使い出したんで、はい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 、はい、2006ぐらいじゃないかな。あ、じゃあまあ今年で、まあ、2006年だったとしたら15年目。そうですね、入場曲スーパーヒーローになって、友達のバンドの、はいはいはい、代表曲だったやつをそのまま使わせてもらってるっていう。なんで、YouTubeOK です。 YouTubeOK です、 YouTubeOK です、はい、ちゃんと権利 OK もらっておりますからね、はいはい。さあ、そして、まあ、英語実況席、今日も京都でうるさいですけれども、今日はね、吉田がいますね。2006 use superhero maybe 2006 or 7 のあたり、yes. あたりって英語で言うのか分かんないけど、英語実況席にそういうのこそ言ってもらいたい。まあね、これはもうどのタイミングで急出しをしたらいいのか分かんないんですけど、今日はなんかスタイルが違うっぽいんで、はい、多分ね、まあ、音響さんに言えばいいのかな、これは。そうですね。まあ、じゃあ、いないから。OK をね、出していたので。いいことはないんですよ、ね。はい。ちょっとじゃあ、そろそろね、あまり我々がね、長話してもあれなんで、始めてまいりましょうか。はい、どこ行った、ロジークールは、あった。はい、それではリング内の映像を映していきたいと思います。ちょいーと、あ、こんぐらいかな。はい、それではお願いします。なんか、しこたまちっちゃい音がうっすら聞こえるんですけど、音響さんが今バタバタしてます。あれ、はい、皆さんこんばんは。どうもありがとうございます。あれ、本日は声が中国建設株式会社です。はい、すぐ変更よろしくお願いいたします。あれ、なんか前もあったらこんなパターン。そうですね。本当は彼女の選手に試合 X で出ていただくことを思っていたんですけども、あ、もう一人のですね、X がですね、まあ、お月の方を、連れていらっしゃってまして、お月の方、お月急遽変えられたんだ、カジさん。プロデューサーなんでね、すいません、X をですね、変えさせていただきました。もともとカジが X だったわけなんで。ですかね。そうですね、今、山田博士、まだ姿が見えませんけども、今日ですね、プロデューサーとして、この水曜日、精一杯盛り上げられるようにですね、準備をして、さらには今日、思いっきり動いていきたいと思いますので、皆さん、今日も応援をよろしくお願い申し上げます。最後にね、今日ですね、日本全国多分、終わりと思います。でもその終わり点を期待するとして、確かに確かに。それでは早速今日の試合に移りたいと思います。上手ですね。さあ始まりました、水曜日 2WF、リングアナウンサーで出てきたのはなんかカジトマト選手に似てる方ですけど、声は違いましたね、大和博選手が。さあ、ということで、はいはい、入ってまいりました。さあ、本日、2WF戦います 2AW の若手は二木拓郎、そしてチタリート正気でございます。さあ対する X、まあ一人は予想できますけど、まあね、
なんか出てこなかったから。お月がいるって言ったよね、でも。そう、お月の人が来るのかな。まあまあ、この人でしょうね、それは。はい、まあ、これでしょうね。うん、この人が出る人は分かるんだけど、もう一人誰だろう。あれあれあれ、ちょっと見えるかな、これ。これ見えるかな。あれ、これは、なるほどね、お月の人ってそういうことね。はい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 。いやー、久しぶりだな、自分見るのは。さあ、このセクシーな女性がお月でいらっしゃいますけれども、はいはいはい、いやこれはこれって皆さんね、これ今うちにぜひツイッターなんかでね、そうですね、今日の X は、はい、あの選手だよっていうのをね、そう、ぜひとも X はあの選手だったっていうのを拡散してもらいたいですけども、一緒に歌ってくれてないな、全然全然意思の疎通取れてないですね。さあ、X、一人目は大和ひろし、そしてさあ、はさあさあ、なんとなんと愛媛プロレス、ね、ライジング隼人選手、いやこれは、ね、まあ、お月の人ということでね、うん、キューティーエリーさんが、はいはい、まあ、いらっしゃってますね。これはすごい絵力ですね、これ、ね、絵力がすごいですね、いい絵力ですけど、今日は、この大和ひろし&ライジング隼人組との対戦ということですね、はい、そうですね。いやでもどちらもよく絞れてますね、本当に。さあね、X である、うわーっと、あれ違う、なんか誰に向かって張り切りの方向がちょっと違いますね、矢印が間違ってますね、はい、さあ山田博士が足を買って、おっと高いがかわしてバックを取るが、なんとか切って、おっとここでハンドスプリングから、おっと逆に投げた、体を入れ替えて逆に投げて、ドンと投げ倒した、いいですね、いいですね、なんかおっとここで耐えた、おっおっとここで自分の体ごと体重、なんかいやなんかちょっと張り切る方向がちょっと張り切り方が普段と違いますね、よろしくないですよ、もう報告ですね、これ。いや、そうですね、はい、奥様に報告、ね、YouTube に残るんですけど、大丈夫かな、本当なの、さあ、来ました、愛媛プロレス、ライジング隼人選手、これがね、隼人、本日の、まあ、X、山田博士はね、まあ、X 感はあまりないんでね、いや、そうですね、はい、こちら の, 山あのライジング選手が、まあ、今日の本当の X みたいなもんですから、あ、ちょっと、なんか喋ってる、降りてお願いがあるって言ってました、ちょっと、全然試合を、全然、降りてお願いがありますね、どこ行ってる、あれ、なんかどこか行っちゃいましたよ、むちゃくちゃ、ちょっと待って、自由だな、おい、まあ、とりあえず、リング上、二木拓郎と、はいはい、ライジング隼人、この2人の、絡みが続いておりますけれども、まあね、じっくりとしたレスリング、おーっと、おお、なんか帰ってきた、なんだなんかスマホ持ってきました、あれスマホ持ってるの、LINE を教えてほしいと、ちょっと試合中に、クソ野郎だな、いつも
食事でもちょっとって言ってますよ。はい、嫁の子供しかいないんで。ええー、それはそうですよ。嫁と子供しかいないから、皆さんね、試合、リング上見てほしいです、ぜひとも。リング上が見れないんですよ。邪魔だな。リング上が見れないんですよ。じっくりとしたグラウンドの展開が目の前でなんかナンパが繰り広げられてて、ちょっと見れないんですよ。おーっと、滞空時間が長い長い。そうそうそう、こっちを見てほしいんですけどね、本当に。おーっと、これはさっき、おーっと、おー、素晴らしい身体能力だ。普通にこっちを見たかったのにね、山田博士、あれなんか山田博士選手、ふてくされてます、ね、なんかふてくされてんのかな、ちょっとブータれてるな。ライン交換してくれなかったから。さあ、リング上ではすごいね、打撃合戦が繰り広げているが、気持ち悪いね、オンパレードですよ。目の前で、目の前でプロデューサーが、さあ、そしてボディスラムで投げつける。これはね、1対2の様相を提示してます。そうですね、ちょっと一人が完全にやる気をなくしてますね。いや、これもしですね、はい、大和博士が、はい、将来ですね、選挙に立候補したりすることがあれば、はい、この映像を公開してやりましょうね。こんなクズなんだよ。さあ、ここでコーナーで強烈なチョップが行われてる最中、じゃあライン教えてと。ライン教えてくれねえから助けに行かないと。ハヤトがやられてるから。あーっと、強烈なサッカーボールキック。これはね、ハヤト選手といえどもやはりですね、2対1は厳しいですよ。2対1は厳しいですよね。いや、それにしてもヤマトヒロシ、これちょっとひどいな。これはライン教えてくんないから嫌だよって言ってる。セコンドについております、キューティーエリーさんはね、やはり同じ愛媛プロレスの、はい、ライジングハヤト選手をね、それはそうですよ、まあ、助けたい、助けたいと思ってね、はい、どうにか助けに行ってほしいと。ただね、それはもう、大和博士に LINE なんか絶対押してないですもんね。気持ちわかりますよ、そんな。ただね、これはちょっと良くないですよね。いやー、ちょっとこれは、人として良くないですね、これね。公私混同というか、なんというか。さあ、ライジング早田選手が、まあね、若手2人はね、ここはもう明らかなチャンスですからね。そうですね、ここで一気に攻め立てたいですよね、はい、もう大金星ですよね。いや、本当に本当に。そしてエリー選手としてはね、まあ、ちょっと、はい、気がかりでしょうがないでしょうね、まあ、いや、本当にそうですよ。愛媛から共に、ね、上京してるわけですよ。パートナーが寝転がってるんですから。本当ですよ。こんな状況見たことないですよ。このオフと手前のこのコントラストの違い。やる気ないのは一人だけですよね。そうそうそう、他全員やる気あるんですよ。他全員やる気に満ち満ちてるんですけど、セコンドもカメラマンも全員やる気あるんだけど、今この場にいる人でやる気ないの一人だけです。ヒロシだけこれちょっとエグい感じで。おっと、強烈な、あ、いいですね、胸を張っていく。しかし、なんとか、はい、なんとか返した、なんとか返した。さあ、コーナーでタッチしたいが、タッチしたいが、大和博士のやる気がない。いや、まあ、あんな試合中にあんな顔する人いる？試合中にあんな虚無の顔ついています？こっちからめっちゃよく見えますよ、ね、ツイキャスのカメラの方でね、めっちゃ虚無の顔。あれ、ちょっとめっちゃ怒ってる。どうしたの、どうしたの、 LINE 教えてくれないからそんな怒る。本当やばくない？めっちゃキレてるじゃん。
ほんとやばくなるでしょ。あの人がプロデューサーになってるこの水曜日ですよ。いや、ひどいプロデューサー。そんなプロデューサーや、ほんとに。おおあちゃぶ台返しならぬ机返し。さあ、また、まあ、花火がね、英語実況席なので、英語で頑張って喋ってますけれども、いや、ちょっとなんだこいつら、なんかやった。エリーさん、変態がいます。変態がいるって言われてる。さあ、リング中央、ニキが、ライジングハーツ選手をスリーパーホールドで取っておりますけれども、あれはひどいな。やってんな、あいつ。あいつやってんな。あいつやってんな。やってるな、マジで。あ、もうまた来てましたよ。また虚無が来ましたよ。また虚無ですよ。あんな顔する人いる、試合中に。もうなんか、虚無だな。何の表情のあれ。さあ、おっと、かわして、かわして、そして、ランニングボーム、ランニングボーム、なんとか返した。なんとか返したが、え、何を求めて、まだ何を求めて、山田宏は虚無の顔。さあ、もう何分間出ずっぱりなんですかね。もうずーっとライジング早田選手が、本当早田選手これのためにね、愛媛から今日出てきてるんですよ。そうか、そうでしょ、だって、ね、愛媛から、あーもう虚無というか、なんだあの顔、あれなんなあれ。さあね、記者が入ってこないか、どういう表情なあれ。ブロックしようとしましたけど、入ってくる気配が一切ない。あれ、稲中のキャラですよ。なんだなんだ、なんどうしたいの。おーっと、すごい、ここね、あーすごいね、ダブルミサイルキックで投げ倒した。あ、愛媛プロレス 2AW の団体間に亀裂が発生しないでくれ、頼む。あれ、なんか教えて、やる気がすごい出てる。何かが、なんだ、何教えたんだ、何か耳打ちに聞かせてほしい。そうですね、耳打ちして、そう、すごい。まあ確かにあの人だって今まで休んでたんだ。それは元気でしょうね。そう、元気いっぱいですよ。さあ、元気いっぱい躍動していく。さあ、まとめてスピアタックル。そしてコーナーへ登る、コーナーへ登る、二人まとめて、何をする気だ。ダブルでのクロスボディアタック。おっと、ここでこの隙をついてバックを取って、おっと、しかし見えている、しかし体力に余裕はまだまだある。さあ、いいですよ、いいですよ。おお、次、なんだ、さあ、ここで満を持して投げられた。回復させるから、もうね、間を空けすぎてる。独壇場ですよ、あの人の。いや、本当に。さあ、ここで、じゃあね、今日の大和ヒルジ、隙が多いですからね、ここ一気に攻め立てたいですよ。さあ、顔面を貫いたドロップキック。さあ、いいですよ、一気に行きたい。さあ、走り込んで、おっと、蹴りをキャッチして、おっと、キャプチュード。蹴り足をキャッチしてのキャプチュード。さあ、ここで、自分がピンチの時はタッチするんだね。おお、なんとか、なんとかこうして一気に攻め立てる。
おーおーとととと。おー、ここでサイドスワンダイブチェルキック。さあここで、ここで初の連携を見せに行く。はいはい、ああ、カジが色気に。そうか、レフェリーが色気に騙されてる。おっと、いいですよ、いいですよ、いいですよ。さあ、またしても2対1の状況になるが、コース、コース。おお、かわして、かわして、捉えて。おーおーおー、下ロケットの杉に出て。いいよ、いいよ。さあ、決まった、決まった、これ1対1。から蹴り上げた、強烈なカウント2。惜しいなぁ、逃がさなければ。あわやでしたね。さあ、一気に行くことができるか。おっと、そうした。バックを取って投げるの、耐えて、耐えて。なんとか耐えた。おぉ、顔面強烈、しかし、円錐で返す。おっと、ここで躍動かわして、おっと、加速の、真ん中だ、おぉ、カウント2。よし。そして、ハイキックは、なんとかブロックしたが、決まった。さあ、ここで得意の、おぉ、顔面貫いた。そして、担ぎ上げて、ファルコンアロー。カバーに入る。さあ、カウント2。さあ、ここで素晴らしいゼロゼンキック、そして先ほど狙っていく連携を決めるスライディングエックス。おっと、そして側頭部を貫いたトラスキック。これは終わっちゃったか。おーっと、アカウント2。さあ、石田、ここは返してほしい。一瞬の隙を見つけて返してほしい。何おーっと、ここで担ぎ上げて、おーっと、これは受け身が取りづらい。あ、カウント3。いやーいや、最後のは初めて見ましたね。そうですね、ダブルアームの体勢から、はい、なんていうんですかね、こうサイドすべて持っていくような。いやー、あれは受け身がなんか、なんか試合には勝ってますが、なんかここはなんか勝者の顔じゃないですよ。なんか遺恨じゃないですけど、こういう顔なのあれは。さあ、まあリング下で勝ち名乗りを受ける大和洋。さあ、これは解説席には来るんですかね。よいしょ。さあ、とか解説席に来て、ちょっとなんか喧嘩してる、喧嘩の様子は、ツイキャスや、インスタライブで、お楽しみください。勝利者インタビュー、勝利者インタビューを、山さん、こちらで、こっちから。いやよっしゃー、エックス。プロデューサー室長、はい、ようそんな顔できます。何がですか。ようそんな顔でそこに。いや問題勝ちましたよ、僕はね、勝ちましたよ、ね。あの、そう勝利以上に大切なものを失った感じが。まあまあちょっと、まあ取り乱した部分はありましたけど、平常運転ですか。1から10。そんなバカな、ね、そんなバカなんですよね。
もうエリーさんちょっと口切りくれないです。もうだってなんかもうこの人いいですよ。この人この人2WF は2WF にはちょっと何か上がってもらって、はいはい、俺の試合した試合したことあるか。そうですね、はい。そうその時以来だと思うんですけども、2AW の若手と試合をしてみていかがだったか。 2AW さんの若手の皆さんもすごいギラギラしてて、そのなんか若手同士すごい仲のいい雰囲気があったんで、まあ雰囲気がいいけど、そのあんまりなんですかね、その競い合ってなってんのかなと思ったんですけど、戦ってみてその印象は吹っ切れましたね。もうすごいギラギラしてお互い磨き合ってるいい若手だなと思いましたね。右の方はイケメンって書いてあるの、これはあの右の方って私のことですかね。ですかね。どうなんだろうな。その人はどっちから見てどうなのかちょっとわかんないですけど。エリーさんどうですか。はい。はい。マイクは。あ、エリーさん、ぜひぜひ。はい。どんどん映ってください、エリーさんも。いやいや、もっと前に、もっと前に、もっと前に、もっと前行きましょう。怖いから。カメラから見たら分かんないかもしれないです。これ邪魔だな。これ壁があるんですよ。これ大事です。これ大事です。これ邪魔だな。視聴者の方としては、はい、山本さんの代わりにエリーさんを調べていいんじゃないかなとみんな思ってる。そんなことないですよね。皆さんね。僕ここいた方がいいですよね。さあ、視聴者の皆様、どうでしょう。もし一つでも、山本博士変わった方がいいっていう言葉があったら、僕すぐいなくなります。そうですね。どっちも行けよ。ありがとうございます。はい、ちょうど試合前からね、もともとはカジトマトが X として出るはずだったっていう。そうなんですよ、はい。いや、本当は隼人選手だけかなと思ったんですけど、そしたら隼人トマト組だったんです。そうなんです、はい。おぉ、なるほど。隼人トマトでちょっと語呂もいいなと思ってて、まあね、はい。そしたらちょっとエリーさんもいらっしゃってくださって、これはちょっとね、で、ハヤト大和組にしても、ゴロもあんま変わんねえなと思って。いいや、これで。めちゃくちゃ地獄のような顔してます。地獄。見てられないかもしれない。変わってくれ、ありますか。変わりましょう。変わりましょう。そんなことない。僕の汁がいっぱいついてますけど。よかったら座ってください。水変えるとか言うな。水変えるとか言うなよ。ビシャビシャビシャ。続かえるなよ。うわ、こっち来てる。こっち来たんだけど。回り込まれてる。遠くから見守ってますよ。遠くから見守ってますよ。怖っ。こんにちは。こんにちは。たくさん配信見ていただいてる。嬉しいね。いや、嬉しいですね。こんにちは。2AW をファンの皆さんもあったかいですね。本当ファンの皆さん本当あったかいね。ちょっとね、ちょっと怖すぎる。怪奇現象ですよ、もうこれ。これいるだけです。大丈夫ですよ。すごいね。外見を持ってますか。あ、エリーさんいます。安心してお話してください。ちゃんと聞き耳を立ててます。大和さんって怖い方だったんだね。いや、もう今日で印象ガラッと変わりましたね。ねえ、なんか、なんか正統派なイケメンかと思った。正統派ですよ、はい。まっすぐですよ。いや、私試合中に携帯取りに行く人初めて見ました。でも僕もタッチ3回くらい拒否された人初めてです。初めての経験です。お化けが後ろにっていう心霊現象って。ノリヤの亡霊。ノリヤの亡霊。うまいです、コメント。すごい。私はツイッターに上がってる山本さんのなんか多分試合中の写真なんだけど、なんか後ろ服1枚も羽織ってないけど、写真を何回も見てるから、やばい人なんだなって。そう、今も画面に出てきたら、もしかしたら1枚も羽織ってないかもしれない。配信止まるんじゃないですか。バンってね、恐怖ですね。起きるかな。アカウントがバンされちゃう。2AWのアカウントが止まる。やばいやつって書かれてる。あれですか、今日はこの後はまた愛媛に帰るんですか。そうですね、明日の朝一で愛媛に戻ります。でも、はい、夜は泊まりです。はい、山さん、泊まり、夜は泊まりだって。夜泊まりですよ、はい。千葉にちょっといいところが。ぜひ、ハヤトと一緒に。フェードアウトしていった。いなくなった。
あ、 2AW と愛媛プロレスのコラボ、ぜひぜひ。ああ、ぜひ。で、地域密着団体ですかね、本当ですね。2AW も、ね、千葉を密着して頑張ってますから。でも、そのね、ファンさんに来ていただいてるばっかりなんですか。こちらから、ね、愛媛プロレスさんに出させていただくみたいなことも。来てくださるんですね。いや、そんコラボレーションがあればいいですね。来てくださるんですか。来ていただきたいですよ、本当に。いや、じゃあもうぜひぜひ。でも今日の英語席の実況のお二人はちょっと怖かったです。あの人あそこに座ると性格変わるんで大丈夫です。普段はいい人でした。だいぶジェントルなんです。そう仮面会で遊んでる人がでもちょっと求めてる人いますよ。消えたって言ってくれてるから。あ、本当だ。みんな待ってる。遊んでるだけだから。除霊成功。来た呼んだらすぐ来るタイプ。でもね、林選手はね、これからもね、まあ、距離はありますけども、定期的にね、この 2AW リングやられてほしいですよね。いや、本当に、はい、あ、もうぜひお願いします。やっぱりね、うちにない僕というか、身体能力もすごい高いし、いい、爽やかだし、そう、アイドばっかりじゃないですか。ぜひともね、また、はい、愛媛からすぐ来ます。最来地場所ですね。そうですね。はい、ということで、じゃあ最後に何か宣伝することとかありましたら、ご自由に宣伝しちゃってください。参戦する大会とか、そういうことで愛媛プロレスさんの試合がいつあるみたいな、全然大丈夫です。よろしいですか、ありがとうございます。この団体でも OK です。はい、まあ、愛媛で言いますと、7月11日に、はい、まあ、松山の方でビッグマッチがありますので、まあ、お近くの方はぜひ、まあ、もしよかったら千葉からも飛行機で来てもらえたら。ツイキャスもあるよ。ツイキャス配信がありますんで、その大会の愛媛プロレスの。全然、ね、各家庭というか、お家で見れますね。はい、もうなんで愛媛プロレスのホームページから購入いただいたら、有料で見えるようになりますので、ぜひよろしくお願いします。もう本当すぐそば、すぐですね、本当何日かで、うん、今週末ですね。あれ、山本さんは？いや、私は全然もうここにいさせてもらってるんですよ。はい、ということで、本日 X として登場していただきました、ライジングハーツ選手、キューティーエリーさん、そして山本ひろし選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。一旦ハケでお願いします。はい、よいしょ。なんで朝日さんどっか行っちゃうの？まあいいか。ということでね、今日はなんかプロデューサーの暴走が光った試合になってしまったけどもね、この 2WF、シーズン5、水曜日からね、大和広志、プロデュースデーということで、ね、金曜日とはまた違う、その何発表方法といいますかね、協賛の、発表形態を取っておりますのでね、それでは、音声データの方ですね、ちょっと待ってね、あった、はい、音声データの方一度お見せしたいと思います。一旦マイク切ります。皆さん、プロレス楽しんでますか？株式会社フォルムです。大和広志さんとは大の仲良しです。フォルムは千葉県美浜区にあるデザイン会社で、キッチン用品から文具、ベビー用品と様々なものをデザイン開発しています。皆さんのご家庭にもフォルムがデザインしたものがあるかもしれませんよ。昨今の新型ウイルスで気持ちが暗くなっていますね。この先どうなるのか、いつまで続くのか、感染してしまわないか、不安なことだらけです。そんな時、医療従事者の方たちに感謝しつつ、プロレスで気分を盛り上げてストレスを解消しましょう。ファイトファイト千葉。福島県会津若松市にあるプロレスバーインフィニティ、店内には選手が実際に使用したマスクやコスチューム、グッズなどのお宝が300点以上展示されています。6台のモニターでそれぞれ好きな試合の映像を見ながら
飲んで話して楽しめる。男性は飲み放題1時間2000円、無制限でも4000円。女性は時間無制限、飲み放題で2000円。ソフトドリンクだけでも大歓迎。花見達也、若松大樹も遊びに来てたお店です。週の真ん中水曜日、真ん中もっこり 2WF。 はじめまして、株式会社アクセスと申します。弊社は大切な人との大切な時間を守る安心安全な空間をサポートするをテーマに、ひとときでも早く多くの方々に広がるよう日夜励んでおります。弊社の多数ある事業内容の中より今一番の主力商材をご紹介させていただきます。それは UVA を内蔵した LED 照明です。昨今コロナウイルスをはじめ、様々なウイルスに人類は多大なる影響を受けております。その都度、様々な予防策や対策が行われてきました。しかし、この UVA 内蔵 LED 照明は、唯一ウイルスに対して対抗策として開発された商品といっても過言ではありません。太陽光から発せられる紫外線が多くのウイルスに効果があると研究機関の調べで判明し、その太陽光の10分の1スケールの UVA を LED 照明に内蔵することで、日頃の生活空間での照明の光プラスアルファで空間除菌できるという商材になっております。さまざまなウイルスに対抗する商品を提案し、今後の皆様の大切な人との大切な時間や空間を守る提案をさせていただきます。はいはい、では引き続きまして、ご協賛いただいた皆様のご紹介をさせていただきたいと思います。はい、中央建設株式会社様、ありがとうございます。ありがとうございます。エフコール株式会社様、ありがとうございます。ありがとうございます。バームクーヘン専門店、千年の木様、ありがとうございます。ありがとうございます。プロレスバー、インフィニティ様、ありがとうございます。ありがとうございます。システムエンジニア、大塚健一様、ありがとうございます。ありがとうございます。DS ヘルスケアグループ様、ありがとうございます。ありがとうございます。起きまして。マウスが動かない。すいません。よし。はい、株式会社栄光です。栄光さんね。はい、株式会社栄光自動車工業様、ありがとうございます。ありがとうございます。株式会社おでん様、ありがとうございます。ありがとうございます。株式会社フォルム様、ありがとうございます。ありがとうございます。株式会社山口文夫商店様、ありがとうございます。ありがとうございます。翼グループ様、ありがとうございます。ありがとうございます。株式会社アクセス様、ありがとうございます。ありがとうございます。株式会社ダイケン様、ありがとうございます。ありがとうございます。天ぷら若鷹様、ありがとうございます。ありがとうございます。畠山サービス様、ありがとうございます。ありがとうございます。有限会社寺村建設様、ありがとうございます。ありがとうございます。株式会社竹田様、ありがとうございます。ありがとうございます。マハロ会様、ありがとうございます。ありがとうございます。おうちおいくもみじのす様、ありがとうございます。ありがとうございます。ツダブレは以上のご覧の皆様のご協賛により、無料で配信することができております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。またマウスが動かない。あ、皆さん、またフォルム様が流れちゃう。楽しんでますか。よーしよね。はい、はい、続きまして、スーパーチャットしてくださった方々もご紹介させていただきます。はい、ラッキークローバーさん、ありがとうございます。ユミコさん、ありがとうございます。サザンさん、ありがとうございます。高村かおるさん、ありがとうございます。なんてことなのさん、ありがとうございます。フカッピーさん、ありがとうございます。ニョニビビさん、ありがとうございます。これで以上ですか。あ、まだでした。マネージャーのりおさん、ありがとうございます。はい、という感じで、いやいやいや、水曜日は荒れますね。うん、てかまあ、あの試合をした後に、はい、あの人が企業さんの紹介をするっていうのは、いや本当にどう、大丈夫、企業さん的にはどうなんだ。そう、これね、あのプラスになってんの、ね、本当に。せっかくこういろいろとご協賛いただいたのに、いや本当ですよ。さっきまであの LINE 押してくんなきゃ試合しねえって言ってた人があの真声で企業様の説明をするされてたやつが本当にとんでもないな。いやー、いやいや、はい、すごかったですね今日も。まあね、はい、ということで、うん、このね 2WF、以上で、アーカイブに残る分は終了となります。はい、そうですね。これからね、生配信をご覧いただいた方だけの、まあ特典といいますかね、特典がね、はい、まあ、あれですもんね、はい、まあ、金曜日は、これまで通り、過去映像、はいはいはい、2AW または海援隊道場の特選過去映像をね、はい、見てもらってましたけども、はい、この水曜日編の場合は、はい、大和洋選手が毎回なんか企画を持ってくるんですよね。そうですね。でいつも大体その日に出てるゲストと一緒に何かやったりするんですけども、はいはいはい、今日はああいう状況だったんで
それがあるのかどうかっていうところでね、本当どうなるんだろうっていう感じなんですけど、まあそれもね、はい、この後まあはっきりするんで、うん、ぜひとも引き続き見ていただければなと、ね、はい、はい、思います、はい。それでは一旦中締めとさせていただきます。はい、次回の 2WF は、うん、あさって金曜日、こちら時間がいつもと違います。そうなんですよ。はい、うちの興行がございますので金曜日に、うん、そうなんです、時間をずらして 2WF は夜の10時、22時からの、うん、スタートでございます。はい。はい、なので、その辺お間違いないようにお願いいたします。22時、次回 2WF はあさって金曜日の22時からの、はい、放送となります。お時間お間違いのないように、よろしくお願いいたします。はい、ということで、本日の 2WF 一旦終了したいと思います。次回あさって 2WF22 時からお会いいたしましょう。それでは皆さん、さようなら。中央建設。